せーの、みなさんこんにちは。お遍路は私にお任せ、めぐみです。元気で前向き、まおです。食べるの大好き、ちわです。私たち今日はスタジオにお邪魔しています。さあ何か始めよう、踏み出す一歩に理由はいらない、ただなんとなく過ぎる景色が優しく色鮮やかで転がり続ける道のりも、みんながアニメで見てるこのキャラクターが歌ってて、そして隣にいるっていう、なんだか不思議な感じもするんですけれども、ちょっと感動してしまいました。ありがとうございました。振り付けもお菓子も可愛くて、もう、お姉さんはキュンキュンです。嬉しいです。ということで、今日はお遍路88歩きから、3人の声優さんにお越しいただいてます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、ここからねお話どんどん聞いていこうと思うんですけれども、皆さんが担当しているキャラクター、それぞれどんなキャラクターなんでしょうか。はい、私が担当しているのは、すごく前向きな女の子のマオという女の子の役をさせていただいているんですけれども、マオちゃんは最初お遍路のことは知らなかったんですけれども、夏休みにも入り暇な時間ができたということで、みんなと一緒にお遍路に参加することとなりました。で、番組のお遍路の中ではガイドブックを持ち歩いて、そのお遍路の観光名所なんかを紹介していたりします。なるほど。設定がね、すごい細かいですよね。夏休みに入ってそんな時間ができたから、リアルな感じがしますけれども、面白いですよね。ちなみにちわちゃん、どんなキャラクターなんですか。はい、ちわちゃんはですね、人並み外れた体力と食欲のある子でして、それでお遍路はもう歩いたり食べたりするんで、もう普通にお遍路をめちゃくちゃ楽しんでる女の子ですね。そうなんですね。じゃあもう3人娘の中のグルメ担当というわけなんですね。そうですね、グルメ担当ですね。いいですね。ちなみに、江原さんは3人の中でも実際にも一番年下ということで。そうですね、今は高校2年生の16歳です。びっくりですね。若い。パワフルですね。そしてめぐみさんはどんなキャラクターになるんでしょうか。私が担当しておりますめぐみちゃんはですね、ご覧いただいている通り、もう一人だけすごいがっつりお遍路衣装なんですけれども、もちろん3人の中でお姉さん的なポジションにいて、でこういう風にもう本当に空海さんが大好きで、弘法大師空海さんのことがもう大好きで尊敬していて、この二人を巻き込んで一緒にお遍路行っちゃおうみたいな感じでいうナビゲーターみたいな存在ですね。番組の中ではお遍路大好きめぐちゃんの札所コーナーみたいなポイントのお知らせするコーナーがありますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいなと思います。いろんなそのポイントをお知らせしたりと、要所要所でこうお姉さん的な役割をしてるわけなんですね。そうなんです。実際でも皆さんどうですかね、お遍路、徳島県出身ということで、はい、
私は徳島県出身なんですけれども、うん、その遍路さんに会う機会がすごく多くてですね、はい、そう友達と街にお出かけしに行った時もよくすれ違ったりしてたんですよ。だからそういう自分が感じてたその遍路の身近さっていうのをあの視聴者の皆様にも感じていただければなと思って番組ではカメラ目線で放送しています。実際の体験や経験が生かされているというわけなんですね、はい、その山下さんならではの視点からね、はい、伝えられるものもあるということなんですよね、はい、さあそしてこの番組はアニメと実写のコラボレーションということで、うん、江原さん、はい、声の吹き込みやっぱりちょっと大変でなかったですか？そうなんですよ。あの私あのこれお遍路が初めての声優のお仕事でして、うん、でデビュー作品だったんですけど初めてのアフレコも、はい、もう苦戦しましたね。でもなんか今はちゃんと落ち着いてできるようになったと思います。いやもうでも高校生、ね、高校2年生でしょ。いやもうそんなまだまだできなくて大丈夫ですよなんて言っちゃいますけど頑張ります。今からいやでも同じ声の仕事をする ね仲間として いやすごい尊敬しますよね。そしてですね、まあ、今流れているこの主題歌1000と200の物語実は CD 販売もそうなんです、ね、はい、実はもうこちらの CD がですね10月8日に発売予定となっております。ぜひぜひ皆さん予約してみてください。そしてですねこちらこの3人で組んだチームお遍路としてはですね初めての CD になりますのでぜひチェックしてみてください。さらにですね CD だけではなくて DVD も今予約できるようになっております。イエーイ、ということでぜひ皆さんそちらもチェックよろしくお願いします。お願いします。非常になんだか前向きになれるような本当に歩くことができるようなね、はい、歌になってますからね、はい、ぜひともね聴いてみてください。今日はお遍路88歩きから声優の山下さん、江原さん、そして河野さんにお越しいただきました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。